おはようございます。6月の6日9時48分です。わっぱ川親水公園キャンプ場を今から、立ちます。本当は今日連泊する予定だったんですけど、じゃがりこがせよって連泊する予定だったんですけど、ちょっとね、どこ置くとこないんじゃん。これもこれあかんな、あかん、残念やな。明日雨が降りそうなんですよね。そしたら、テント畳んで移動して、ほいてまたテント立てるやいうのはもう絶対もう嫌なんで、絶対嫌とか言うよりそんなんでけんわな。趣味の問題というよりはそれは無理やね。びちょびちょもええとこやな。だからもう今日行ってもテント立てとこうという。ただないの、今日例の旗凪第一ダムに、まあ、天気晴れてるからその間に行こうという作戦なんですけどね。さて、それじゃあスタートです。よっしゃ、国道473号線です。大井川を上流へ向かって、登っていっていますが、この右がね、大井川です。広いよな、これ越すに越されぬ大井川とはよう言うたもんやな、これ。この道というか、こっからこれ僕は初めてやね。川根温泉は途中で、ここ来る途中で右に曲がった方が川根温泉と、あの SL が見えるとこなんですけど、この道は全く初めての道やな。これほなけど見ても全部お茶畑やもんな。お茶畑っていうことはお茶を摘む綺麗な女の人が静岡多いんだろうな。うわ、なんか素敵だな。美しい女の人とちょっとこう話してみたいな。いやいや、お話をしてみたいって言っただけですよ。これね、こういうとこお茶摘んでる綺麗な若い女の子がおるはずで、静岡は。これな、素敵だよな。大井川とこの辺の景色がものすごい綺麗なので、ちょっと止まりました。素敵やな、これ。渋いな。これはかっこいい。旗凪第一ダム行く道なんですけど、これ俺絶対違うと思うな。いや違うというか、これ行けるんだろうけど、メイン道路ってこんなんでないんじゃん。いくらなんでもここついぜ、これ。これなの本当に。
に行くって、後でこれ聞いてみたいわ。こんな道行くか。大台ヶ原も相当なもんやと思ったけど、これはまたすごいぜ。これが正しい道かどうか誰かに聞いてみたいわ、これ。今畑崎第一ダムへ向かってますけども、今この強烈なんで、これね、きっとバイク人さんの編集部が切れたんだと思うな。もうこんだけみんなが行ったんではあかんやで。これはこれなかなか、これ一挙けどいけんよ、これ。私の知り合いがこれ行ってなめとったやで、えらいことになよった。ガソリンがもうないようになるし、なんか夕方になるしみたいなことを書いとったけど、これはほうやで。これもしこれ朝から出てきてこれやもんね、ほんまに。まだ着いてないもんね。11時46分で、まあ10時から9時半ぐらいかな、出てきたんが。まだ着いてないもんね、これ。ついにダムが見えました。畑崎第一ダム、遠い。今12時5分あー、これはすごいわ。これは価値あるわ、ここへ来た人。これは本当に、これってこっからまだ道あるんだろうか。あったとしたらこれどこ行くんだろう。これはほんまに、松山の道後通って、はい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 、道後、あ、道後もねあるもんね、ポイントがね。最近道後行って、これ徳島行って、あの和歌山、はい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 。あ、そうかそうか。それで、あの南海フェリーで渡って、それで大台ヶ原。ああ、なるほどね。バイク人編集部のバカ野郎、畑崎第一ダム遠い。静岡市街、こっちでええんだろうな。ものすごい遠い。すごい、これは。本当に恐れ入りました。参りました。
南アルプス公園道路とかいう道路なんかな、さっきまでこれもそうなんかどうかわからんねんけど、すごい、まあさあアドベンチャー感満載やけどね、そらすごいアドベンチャー感はありますよ。それはでもちょっとやそっとではこれはいけませんよこれ、ここの右とか、まあ、場所によるんだけど川ね、この谷川渓流釣り楽しそう、ごっついなんかええ感じ、まあ遊漁券いるんだろうな。今から今は4時39分、4時39分ですが、長野のですね山奥の岩倉ダムキャンプ場というところに行こうとしていますが、きっとだいぶ暗くなるでしょうね。暗い時にキャンプ場へ行くやな、本当に嫌なんですが、まあ、これも修行だと思ってですね、事故が、まあ、起きないように頑張ってみたいと思います。岩倉ダムキャンプ場って長野のなんかえらい山奥やね、私なんか知らんけど静岡やと思っとったんよね。住所見たら長野やもんな。すでに5時26分が来ております。一応食事というかね、食べるものは来る途中のローソンで買ってきましたが、ちょっとでも明るいうちに着きたいよなこれ。チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもくださいね。